日本とアフガニスタンの関係は1930年11月19日に国交を樹立し1931年7月26日に就航条約を締結したことで始まったアフガニスタンと日本との国交樹立の動きは遅くとも1920年に始まったこの動きはアフガニスタン側から起こされた1920年にアマーヌ・ラーハーンが 大正天皇に新書を送った。1922年4月には、修航条約締結の呼びかけがなされ、8月には、神善を目的とする施設の派遣をアフガニスタンが申し出たが、アフガニスタンの急創四国であるイギリスとの関係を、憂慮した日本はそれらの申し出を断った。1923年、日本のインド駐在部官であった谷俊夫が、 アフガニスタン外相であったマフムード・タルズイから受け取った両国間の親善関係の樹立を望む胸の所簡を日本に持ち帰った。これに対して日本の外務省は日本語アフガニスタンに深い定義を持っていると回答した。アフガニスタンと日本の国交は1930年11月に調印され1931年7月に交付された。 日本アフガニスタン就航条約によって開かれた。1933年8月にはアフガニスタンが東京に公使館を開設し、ハビブラー・ハーン・タルズイが初代講師に就任した。1934年11月には日本がカーブルに公使館を開設し、北田正元が初代講師に就任した。1934年1月には日本陸軍から アフガニスタン陸軍に38式不標準などの重火器が贈呈され、同年12月にはアフガニスタン陸軍省が日本から武器を購入することを決定した。第二次世界大戦中及び戦後数年間の閉鎖を経て、まず在アフガニスタン日本国公使館として再開され、1955年には日本国大使館へと昇格した。1971年、 皇太子秋日と新郎、皇太子妃ミチ子がアフガニスタンを初訪問した。1979年に起きたソビエト連邦軍によるアフガニスタン侵攻の後、アフガニスタンの類似政権をアフガニスタンの正式な政府と認めず、臨時大使のみ屋上卿となり、さらに1989年2月にはカーブルの大使館を閉鎖した。 アフガニスタンの中日外国公館は1933年にまず公使館として設立され、1956年には大使館に昇格しているが、1997年のタリバーンによるカーブル制圧以降、事実上閉鎖状態となった。2001年12月22日、日本はアフガニスタンの暫定政権をアフガニスタンの正式な政府と認定、2002年、 日本はカーブルの大使館業務を再開、アフガニスタンもまた東京の中日アフガニスタン大使館の業務を再開した。以降、日本は様々な形でアフガニスタンに援助を行っている。日本は1990年までに69.1億円の資金協力及び23億円の技術協力を行っていたが、1997年5月10日に、 アフガニスタンとの国境に近いイランのホラーサーン付近で M7.3 の地震が発生し死者2000人の被害が出ると日本は7500億円の無償資金提供を行った。また、タリバーンがカーブルを制圧した1996年以降には隣国のイランやパキスタンに逃れたアフガニスタン難民を帰還させるため国際連合難民高等弁務官事務所などの 国際機関に対して資金を提供し、難民の自発的な機関を支援するアズラ計画を開始、拡大アズラ計画も含め561万 US ドルを拠出、5から6万人の難民の機関支援に成功した。この事業は2002年以降も UNHCR や WFP と連携し、拡大、継続して行われており、2012年までに500万人以上の アフガニスタン難民が帰還している。アメリカ同時多発テロ事件に引き続いてアフガニスタン紛争が起こった2001年以降、日本はアフガニスタンに対し継続的に支援活動を行ってきた。2012年までに約49.35億 US ドルの支援を行っており、2012年7月8日に東京で55の国と25の国際機関が出席して行われた。 国際会議では2012年以降の5カ年において教育や医療、農村開発などのインフラ整備及び警察などの治安維持能力向上の分野に関して約30億 US ドルの支援を行うことを決定している。治安維持能力強化の分野に関しては警察官の識字教育、訓練により アフガニスタン国内の警察官の人数は2008年時点の7.2万人から2012年時点で15.7万人まで2倍以上に増加しており治安維持能力強化支援はアメリカ合衆国政府とアフガニスタン政府から高く評価されているさらに地雷除去機や資金を提供することで地雷除去を行っているほか麻薬密売によりテロ組織の温床となる事態を回避するため パキスタンやイラン、タジキスタンなどの周辺国との国境の管理や麻薬対策に関する支援を行っている。また、旧軍閥などへの武装解除、動員解除、社会復帰においては、主導的な役割を果たし、6万人の武装解除を達成している。インフラ整備の分野では、国際連合食料農業機関を通じ、米や小麦の収穫量を増加のため灌溉用水路や、 農村道路の整備や人材育成などのインフラ整備を行っている。また、アジア開発銀行を通じ、国内の幹線道路7 0 0キロメートルの開発、カーブル国際空港のターミナル建設事業や、カーブル市バスの提供、地方道路の整備事業なども行っている。教育、福祉の分野では、国際連合児童基金との連携により1000以上の学校の修復、 建設を行ったほか、JICA による1万人以上の教師育成、15の職業訓練校建設により、アフガニスタン国内の就学児童数は2001年の100万人未満から2011年には800万人以上にまで増加した。また、日本の中古のランドセルがアフガニスタンへと無償供与され、アフガニスタンの子供たちの間で使用されている。人材育成の分野では、 アフガニスタンの行政官や大学教員などの人材を育成するため2011年より在下と連携してアフガニスタン留学生の日本の大学院への就学支援を行う未来への架け橋中核人材育成プロジェクトを行っている2001年以前も行っていた人道支援は継続して行われており赤十字国際委員会との連携による医療支援 国際連合食糧農業機関との連携による食糧支援や航空サービスなどが行われている。また、日本以外の国との連携による支援活動も行っており、北、大西洋条約機構地方復興チームとの連携により、教育、医療、インフラ整備など様々な分野の支援活動を行っている。 アフガニスタンから日本への支援としては、2011年3月に起きた東日本大震災の際には、アフガニスタン政府から100万 US ドルの支援表明があったほか、バーミアーンやチャグチャラーンでは、日本との連帯を示す住民集会が行われ、国際連合人間居住計画には日本へのお見舞いを伝えてほしい旨の要望が数多く届いた。 対アフガニスタンの貿易輸出入学は2013年時点で以下のようになっている。30代前半で中日アフガニスタン大使に就任したハルン・アミン。正式な中日大使としては17年ぶりとなる。2015年45歳で成居。1945から1956年はアフガニスタンから日本への中殺なし1997から2002年は アフガニスタンから日本への中殺なし。ありがとうございます。